バッキアッカ、マナの収集。バッキアッカワは、ルネサンス期のイタリアの画家。フィレンツェ派に属し、様式はマニエリズムである。本名のフランチェスコ・ウベルティーニ、あるいはフランチェスコ・ドゥベルティーノ・ベルディと呼ばれることもある。バッキアッカは、最初、おそらくペルジーノの工房で働いていた。1523年、バッキアッカは、ジョバンニ・ベニンテンディの脂質の装飾の仕事に、フランチャ・ビージを、 ヤコポーダ・ポントルモと共に参加した。バッキアッカは、主にキャビネットの飾りを手掛け、タペストリーをデザインした。キリスト効果は、多くのフィレンツェ派の画家たちが取り組んだ主題だが、バッキアッカのキリスト効果は、まるで漫画のような様式で描かれている。マドンナチャイルド・ウィズ・ストリート・ジョーン、1525年、ダラス美術館彼の作品には、以下のようなものがある。 ありがとうございます。